女優の川口春奈とスノーマンの目黒蓮が共演するフジテレビ系木曜劇場、サイレント、毎週木曜夜10時、15分拡大の最終話が、22日に放送された。紬、川口、のセリフに注目が集まっている。ネタバレあり、川口春奈&目黒蓮共演、サイレント、オリジナル作品となる本作は、主人公の紬がかつて本気で愛した恋人である目黒演じる想と、音のない世界で、出会い直す、という、切なくも温かいラブストーリー。バル、紬との距離が近くなるほど、聴力を失ったという自身の大きな変化を強く実感する想。第10話終盤では、一緒にいるほど、好きになるほど辛くなっていく。また好きになんてならなきゃよかった、と紬に思いを伝えていた。サイレント、主題歌、サブタイトルが話題紬は離れようとする想に自分の気持ちを伝えるが、想には一向に響かない。お互いの気持ちがすれ違う中で、紬は元恋人、港と、鈴鹿博士、桃は七、加穂から投げかけられた言葉を機に高校時代の教室で再会。互いに、一緒にいたい、という本音を伝え合い、二人は再び一緒に前を向いて歩くことを決意した。一方、七は花屋を訪れ、花束を購入し、大学時代の友人で手話教室の講師、春尾、風間俊介に会いに行く道中、港とと遭遇し、霞草を一羽渡す。その後、港とが紬に、お裾分け、年七からもらった霞草を渡す。自分の分はないという港とに、そういうところ戸川くんっぽいよね、とし、霞草を、かわいい、と見つめた後、雪の結晶みたい、と笑みをこぼすのだった。